服にどんなものが取り扱われそうな気がする。え？いや、なんでもない。遠い目になったぜ、今。もうすでに遠い目。もう北の島を見てたね。終わんないよ。今そこにある危機を。さ、あの、気がつくといろんなイベントを立ち上げてて、でバッティングするとこっちに何とかしてほしいって言ってくる人がいる。あ、俺それすごい共感した今。じゃあいろんなイベントを立ち上げたい人と A がで、あとになって聞いてこっちが企画してるものとぶつかってるんだけど、もうその頃にはもうその人のイベントは決まってて、なんかあの通訳の確保だとか、場所のどうするかっていうのがこっちがなんか対応しなくちゃいけないみたいな。うーん、それ怒ってるんじゃないか。それは、じゃあ2つにすると、そう、 B は何を望んでいるんだ。 A は好きなように計画したい、まあ、で協力してほしい。しかも協力してほしい、うん、こっちはなんかあの事後報告で、それでこっちの計画をいろいろ変え続けなきゃいけないのが大変みたいな。B は事前に相談してほしい。B は事前に相談してほしい。 A は A と B の逆じゃん。B は事前に相談してほしい。決める前に相談してほしいってこと。難しいね、これね。A はこれがストラテジーの対立でいいんだよ。結構対立がなきゃ、そうそうそう、ストラテジーでないと対立しないか、うん、昨日朝やったやつで、みんなも書いてもらったと思うんだけど、いや、私が分かんないって言ったのは、そもそも事前に相談してほしいっていうストラテジーに、その A が賛成してるかもしれないから対立にならないかもなって思ったんだけど、言うだけで解決するかもしれない、うん、そうそうそう、それぞれの視点でいい、うん、うん、まあいいのかな、それは、うん、明らかになっていくんだよね、きっとやってるだけ、うんうん、じゃあどれを やりたいだろう。 B は自分に協力してほしい、必要なところで自分で決めたいし、必要なところで協力します。中華料理屋に行きたい方と自然食屋に行きたい、自分にラーメン自分に行きたい人とお花にクリアしたいのに、それぞれに行けばいいじゃん。行けばいいじゃん。ジローは食べたいけどあんなに食べたくない。いや、ちょっとそれは…ちょっと、いいじゃん。なんか、対立ないかな。世の中に対立はないの。We can't find any conflict. We're so happy. We're obsolete. 用なしになっちゃうわね、我々。用なしならさっき食べたよ。うまい。うまい。ミムアンが面白い、すごく分かりやすいけど、うんうん、でもなんかいっぺんこれ聞いたような気がするんだけど、そうそう、何とかやってるネタだなって、片付けはね、俺はその何だっけ、一番最初だっけ、あの家をシェアしていて、うん、雨漏れを報告してほしい、うん、と、静かに自分の暮らしを人に興味があるけど、その、うん、なんかそれやりたいっていう気持ちになってるんだけど、うん、他の人はどうですか。どっちかっていうとレストラティブジャスティスっぽいんだけどな。なんかもうちょっと守りだけだとなんか一点で終わっちゃう感じがするんだけど、それもうちょっと例えば。その家主は、家周りのことに協力的になってほしいとか、もうちょっと、うん、そっちに行き始めるとなんか泥沼になる気がするから、他のことをいっぱいやってくれてるから、そういうポイントじゃない。
あいつじゃないよね、なんかきっと春野さんの気持ちをがこう聞いてあげたらなんかそれで終わっちゃうかなとか思っちゃってえ、そう、ゴーちゃん何にワクワクするんだろう、んゴーちゃんはなんでそんな話してるの？なんかライブな感じがして見つけた時すごい面白いから、ラバブリだって想像しないから、ライブ生き生きとしてる感じ、ちょっと面白いから、誰も離婚問題抱えてる人もいますか？離婚問題コメントしてもいいですか？すごい英語なしで分かっていた。 Sometimes it's hard to find a conflict、その争い事見つけるのが難しくて、Because we're so conflict averse. なぜかというと我々はすごく averse、対立を毛嫌うから、あ、毛嫌いするからね。 Thank you. So we have several here. Go ahead. すでにいくつかあるよ。 Is that a comment that just I remember one 対立一個思い出したやつがあるんですけど、If you want to comment something, no, go ahead. If you think you got something, なんかあると思ったらぜひ言って。私すごい大雨が降ったところの被災地支援に始まり始めて行ったの、で、For the first time in my life, I went to... もう泥出し終わって今度は細かいところでたわしが必要なのって聞いて、ボーって思ってパッとたわしをAmazon で買ってボンって送って、あ、よかったと思ったら。私は、たわしをなるべく早く送りたい人、送ってで喜ばれたい人、ところが受け取る方の人は、そんな私の事務所に送られたって、私がまたそこの実際のディストリビューターなんで、その配給所にまで持ってかなきゃいけない、それに何日かかるか、何月何日にこれをどういうだけ持ってくってけどいいですかって聞いてくれてから送ってくれなかったら迷惑だとか、ちゃんと、事前に何をいつどのぐらいの量を送っていってもいいですかって聞いてほしい人と、なるべく早く送る。So the person wants to send the brushes as quick as possible, and the other wants to clearly know when it is time. A は早くたわしを送りたい。B はA wants to send the brushes. タイミングを見極めたい。ちゃんと連絡を取り合って確認してから送ってほしい。B wants to the 確認してほしい。タイミング。流れる。B は相談しながらやってほしい。One wants to send now. One wants to wait until it's clear. Yeah, the date is clear.はい、で終わり終わり、でももうそれが怒っちゃったんだもん、うん、怒っちゃってで気持ちのいい気持ちのすれ違いが怒ってるんじゃない、もう買っちゃったの、もう買って送っちゃったので送ったからねって当然喜んでもらえると思ってメールを書いたら They already bought そんなそれはアリバシだと思う、それでそのピースにどうぞって感じで今のいいよどうぞどうですか、もっと長いプロローグの方がいいかな、なんか気が遠くなってきて寝たいっていうのもあるから、一つ簡単な方法が、俺たち練習したじゃん今日、二つに分かれて、あの犬が鳴いてうるさくて眠れないって、あの例が分かりやすくてみんなそれやったから、なんかこうなんていうの、身近じゃないかなって思って、とりあえず分かるように私たちも練習できるように、とりあえず分かりやすい、でもデモが目的だから一応構造をみんなが分かることはもう研究して、それはどうでしょう、やり方ね、ゲームの説明とりあえずでやってみたら、とりあえず何かをこれで終わっちゃう、もったいない、そうだよ、もう一個だけ、もう一個、例えば、シェアハウスに一緒に住んでる人で面倒くさいと思って挨拶してくれない人と、その人にムカついてる人っていうのは、これでちょっと特定されちゃったんだけど、それを考えればいいじゃん、
ないんじゃねえかって思ったけど、話は必要だから。 A は繋がりを持ちたいんだけれども、 B は面倒くさいと思ってて関わりを持ちたがらない。同じシェアハウスに住んでるにも関わらず、大家は大変だ。じゃあそれでやる、それも聞いて。それが一番大変なビギナーズ。うちが当事者だ。ビギちゃんが当事者で、カッパとつながりを持ちたい人。そうそうそう。で、相手は面倒くさがってる。あまりにも面倒くさがられてるから、逆に切れてふざけるのそのつもりならと思って。いいじゃん、いいじゃん。じゃあそれやってください。ああ。終わりに入ってしまった。よかったね。じゃあ当事者の人がそこ。ね、もう一人ハルさんでしょ。当事者だからよかったんだ。から今日じゃあ練習したい人、この三三つのチェアに。相手役と。クリエイター役、練習したい人。だから誰でもいいの、代理者も。ちなみにちょっと簡単なんだけど、当事者はどっちでもあるんですよ、いいのね。別に。いや、最初に自分をやる。自分でやる。分かってるけど、その右か左かって座るところは別に関係ない。ああ、最初はない。決まってればいい。彼のスピーキー、あ、もう今ね、大家関係ないので、しぶりちゃんはなんか何言うんだろう、しないでないんだ、挨拶しない人なんね。てか私は挨拶し静かに、静かに暮らしたい人、静かに暮らしたい人、人と関わらずに生きていたい人とか、ただ単に面倒くさがる、面倒くさいと思っている。この人めんどくさいなと思って関わりたくないと思ってる人、うんうん、でもなんか何を望むかわかんないといけない。なんか否定系だからね。そうそう、ちょっと質問したいんだけど、ジムおじゃおり質問した人と寝たい人sometimes 時にはthe issueComes with A wants and B doesn't want blah blah. B は望み、それを望んでいないっていう形でその問題が起こってくることがありますよ。Yes, any duality will work. 二重性っていうのはどんなものでも役に大丈夫です。Okay. じゃあそれで。Thank you. Sometimes it comes A doesn't want and B doesn't want. 、はい、時にはですね、A も望まない、B も望まないっていう、そういうようなこともあります。はい、それでもいいです。ゆうちゃんは何か言いたかったことがあったの？ね、ないです。はい、じゃあ状況が決まりました。怖いよね。なんか終わらないなと思って、ちょっと。あ、そうか、そっちをケアしてるんです。時間を大丈夫にして。そうなんです。まだカバーしたいことがいっぱいあるので、はい、ミディエーター。自己的な気分になってました。はい、じゃあここで、ミディエーターの人は、練習したいスキルと激しさのレベルを選びます。はい、待ってたね、長く待ったね、ゆうちゃん。なんか疲れてる。じゃあちょっと興味があるので、レベル5を。もうミディエーターとのつながりも切れてる。ミディエーターの言うことを聞かれてる。ミディエーターの言うことを聞かれてる。すごいワクワクしてる。なんか一気に目が覚めてる。ミディエーターの顔がならないよ。向き変わる？大丈夫？少し体開く。でもこのカメラを染み込む。いや、もうつながり切れてるから、あっち見てていいんだよ。あ、つながり切れてるから。そうそう、レベル5。まあとりあえず見えない人はこっちの、ね、でも俺があのなんていうのかな、このシミュレーターだからレベルが高すぎたら低くできるんだね途中で。あ、そうだね、うん、だから安心して途中でとりあえず上げてみて変えたりするサインはストップってやつと、どうやってそのトランジションするの？それは決まってない。まあ、これでもいい。タイムアウトで言われたら一旦止まって何したいのかなって聞けばいい。そう、はい、で練習したいスキルは、すごい5。トラッキング、トラッキングは今日やったようにここを聞いて
こっちに行ってっていうこのバランスよくこう行く順番を覚えてるっていうことで5番目のスキルです、ね、あ、はい、うん、ダルシの5番目、スキルはこっちにあって、はい、レベルはこっちにあって、はい、あ、そうだね、はい、トラッキング、はい、はい、そこまでできました、はい、そしたら、今度このシミュレーターのガイドラインの3つ目のシミュレーターの中のどの時点でも1、これはミディエーターがロールプレイを止めて自分とつながり、静かに、あるいは口に出して自己共感をすることができます。なので、ちょっと自分がどうしていいかわかんないときにそのシーンを、こう凍結、うん、なんていうのかな、一時停止して、あ、ちょっとどうしようっていう声に出して自己共感をするっていうプロセスをして、ボースボタンをして、うん、で、一時停止ボタンを解除してまた戻ってきて自分が関わるところからまたスタート、うん、で、そのストップ、うん、することができるということになります。で、2つ目は、一旦止めてどんな選択肢があるかっていうのを考える時間として、止めることもできます。で、3つ目はもし誰かからフィードバックをもらいたい場合には止めて、ちょっと手間、特にコーチがいる場合にはここでどうしたらいいかなっていうようなことをコーチにフィードバックを求めることもできます。で、4番目にはさっき言ったように激しさのレベルを、調整する。もし激しすぎたらちょっとやっぱり3に落としてとか、なんか全然激しくないなと思ったらもうちょっと上げてくださいっていうリクエストをすることで、自分が一番鍛えたい筋肉に適した、ちょっとチャレンジの方が練習としてはいいんですけども、あまり高すぎると練習にならないので、それを自分でいつのどの時点でも止めて調整できるっていうのがポイントです。はい、で、はい、タイムキーパーをお願いしたいんだけど、誰かタイムキーパー、 YesYes. How much time do you want? Five. 10 minutes. 10 minutes? はい。10分だそうです。はい、で、ちょっと待ってくださいね。で、この時に、ここからが、ちょっと皆さんにも参加していただきたいポイントなんですけれども、観察者あるいはコーチは、っていうところで、フィードバックをする練習を今日ぜひしてほしいんです。で、この、フォームがあるんです。はい、で、これはミディエーターのために何か、ミディエーターのためにしてあげるフィードバックなんですけれども、今日はこの1番目の資格のどんなところがうまくいったかっていうところに着目して、皆さんにもちょっとメモを取ってみてほしいと思います。で、ここに書いてある通りどんなことがうまくいったか、そしてその横に書いてあるようにどういうふうにそれをできるだけ伝えられるようにしてほしいかっていうと、何がつながりの質を深めたかについての具体的な観察、具体的な観察、例えばあなたがこういうふうに言ったことがすごく良かったとか、こんな動作しぐさで、具体的な観察レベルで聞いた人もただ良かったとかっていうよりも、あ、なるほど、そういうふうにしたことが助けになったんだなって分かるような具体的な観察を、聞きながら見ていてほしいです。で、終わった後の振り返りの時にそれをミネーターの人にフィードバックとして伝えてあげてください。はい、以上。じゃあ読みましょうか。OK、準備 OK。 はい、今はやらないんだよね、ここだけでやってる。そうですね、今やってもいいと思うけど、うん、その練習じゃあやりましょう。はい、なんでこの一言言っていい、うん、なんでこのようなフィードバックのやり方をするかというと、多分アシスジムジョージから説明があると思うけど、本当なんていうのかな、 What's going well、 何がうまくいってるかっていうのをこう口癖のように問いかけるんですね、ジムとジョリは。で、それは人生すべての面に関してそうなんだけど、こういう練習に関しても本当に何がうまくいったかっていうことに着目することによって、それを聞くとまた練習したくなる。それもすごく大切だなと自分で思ってて、
で、それをね、こういうフィードバックフォームの形にしたので、それを今日練習っていうかデモをして、それをなんか、紹介したいなと思います。コーチがいないときにそれが練習になって話した。コーチがいないときにはそれがそのコーチがいても同じフォームでやる。あ、そうなんだけど、なんでフィードバックが大事なのかっていうと、コーチがいないときにそれによって学べるから、あ、それもある。それもみんなに言った。そう、今日でもこれね。で、これを誰がどうして大事かっていうと、必ずしもコーチがいる練習ばかりではないので、これから継続していく上で、みんながよくわからない状態で練習し合えるためには、周りの人が明確なフィードバックをしてあげることで、よりお互いのスキルを高め合えることに貢献し合える。というために、ぜひ、これをしてほしいんです。はい。うん。まあ、本当メディエーターの役割っていうのは、つながりの質を、こう作る助けをするっていうことだから、それがこうなんか自分で分かるじゃないですか、なんかどこかでつながりの質がなんかこう、あ、こういうことでつながりを感じたっていうところを観察してもらうっていうことなんですけど、はい、うん、じゃあ大丈夫、ちょっと、はい、みんなやるので3人So I start the timer now? Yes。 じゃあ自己共感するところから10分間始まります。で、やるところは、オープニングからしようかな。はい、オープニングから危険だな。はい、じゃあ自己共感します。今の感じは、すごい楽しい、なんかこんな雰囲気とかがすごい楽しい感じがあるのと、で、なんかやっぱ見られてるのはやっぱり怖い。こう、なんかいいとこ見せなきゃってわけじゃないんだけど、なんかこう、おおみたいな、こう圧倒される感じがあります。で、ニーズは本当になんか楽しむっていうのもあるな。だけど楽しむだけど、なんかちゃんと学ぶっていうことと楽しむこと。うん。コミュニティのニーズを感じました。はい、ありがとう。じゃあ、名前で呼ぶね。はい、うん、あ、ケンちゃん、春野さん、コミュニティのつながりコミッティから招集されたんだけれども、なんかこうシェアハウスで対立があるという話を聞きました。で、2人ともそのつながりコミュニティのサポートが必要だということで、今日ここに来たんだけれども、ミディエーションを、そもそもそれケンさんがいたんでしょ、なんか文句時間がないから、はい、すごい忙しいんだけど、忙しいよね、うん、ちゃんと話をここにね